こんばんは、平井弘明です。今回はですね、力みについて動画を撮っていきたいと思います。良くない力みといい力みとあるんですけども、ミスする時ってもちろん悪い力み、インパクトでこう力入れたくないのにグッて入っちゃったりとかですね、その本当に悪い方の力みに対して詳しく動画を撮っていきたいと思います。この動画をですね、最後まで見ていただきますと力みがですね解消できると思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。結構力みの悩みって多い？めちゃくちゃ多い。多いと思う。やっぱりグリップ一つにしても生卵が割れないようにとか、肩の力を抜いてとか、体全身をこうリラックスさせてとかっていう言葉を聞くってことは俺結構聞くの。でそういう教えとか言葉があるってことは、やっぱり力むなっていうことの方が多分多いと思うんだよね。だから力んでる方が多いのかなっていう、で実際も悪い力みがスイング中に入ってクラブがこうピーンってストッパーかかって降りないとか、そういうことが結構見てても多い、もちろんその必要な部分で力めることはすごくいいことなんだけど、力む場所によっていい悪いが出る、レッスンで言われることもあるの？あ、結構あるね。10人に1人2人は絶対いる。力んじゃうんですけど、どうしたらいいですか？そう。あとはご本人力みに気づかず実は力んでますよという、いう方ももちろんいるし、そういう方も含めれば本当に10人に3、4人はいる、半分近くはいるかなっていう感じはする。あとドライバーはもちろんなんだけど、短いショートアイアンになればなるほど力んじゃう方もいるし、もちろんドライバーが一番力む人もいる。だから多分、得意不得意なんだと思うんだけど、苦手クラブの方が力みやすいっていう方が多い。早く結果出しちゃいたいんだよね、多分。こう急いで、それが力みにつながっていい動きができない。力みをどう解消するかっていうのが、細かいことはもちろんたくさんどの理論でもあるんだけど、単純に力まない方法って一つしかなくて、力まないように打ってくださいとかじゃなくて、ボールから遠くに立てば力まなくなるの。ボールに近いから力むの、力めちゃうから。だからボールにこうアドレスの時によく、そのこれ7番アイアンなんだけど、バックルとグリップエンドが拳2個っていうでしょ、これが1個以内の人は絶対力むから。近いとグーンって力めるのよ。でも遠いと打たなきゃ、届かせないと空振りするから、だから力めないの。なるほど。そうだから2つぐらい離れてればほとんど力まないのね。だけど遠いと不安、当たらないんじゃないか、で今が1個だとしたら2個だと遠いから、こんなの打てないよでやらないから力んじゃうの。空振りでもいいから遠くに立ってやってみること。試しに3つ半ぐらい、結構空いてるでしょ、これぐらい空いてる、これで前傾キープしてゆったりに打つ。そうすると届かせることを優先するから力まないのよ。力めないのね。そう、力めない、打たなきゃいけないから。そうだけど、いや何やっても届く、そう何やっても届きますって言ったら、飛ばしてくれっつったらこうやって力むから、グッバイビューンって全然力む。で近いから単純にミスショット出るっていうのもあるし、ミスショットが出ちゃうから当てに行って力む。だからずっと悪い方にサイクルが回っちゃうんだよね。で本当に例えばこれ絶対届かないですって言ったら届かせようとするじゃない。だから力めないのよ、力まないし。だから今これ大げさだけど、ある程度距離っていうのはすごく大事で、ボールからアイアンだったらグリップエンドとベルトのバックルが本当にきっちり距離が取れてれば力みづらくなるのよ。そのボールとの距離がめちゃくちゃ大事。この前やった、なんだっけ、前傾、前傾、起きるっていう話でも、遠くに立てば起き上がれないから、ね、それも解消できるんだ。そう、ワンナップゴルフは一周できるんで。そうそう、今トール君いいこと言ってくれましたね。そうなんですよ、その状態が打つときにこう起き上がってしまう方にも有効なんです。だからいろいろといいことがあって、きっちりボールとの距離を取ってあげると力みだったり起き上がり防止につながるので、それはもう本当にやっていただきたいポイントになります。いつも言ってるあれだね、アドレスで直せちゃう。アドレスで直る、やっぱりね、こうし
プラッと知らないコース行ってT グラウンド前の組がいて、前の組とかこう何気なく見るじゃない、そしたらあーどっち行きそうだって大体わかる、ね、プロゴルファーって、あーやばいやばいっていう、あこの人ナイスショット出そうとか、そう、そういうのがねなんとなくやっぱわかる、ボールの位置とアドレスでわかるんだ、わかる大体ね、だからやっぱそれなりにそのスイングも見てきてるし、ああいうアドレスだとこっち行く可能性が高いんだろうなって思いながらやっぱ 見ちゃうよね、この人飛びそういい球打ちそうっていう人はやっぱそれなりにやっぱいい球出るもんね、うん、やっぱすげえなこの人だ、ね、もちろん知らない方だけどやっぱそういうのってあるから、うん、だから近くなりすぎることが良くないし、近いと安心するんだけどあんまりいい結果ってやっぱ出ないから、遠心力も使わなきゃいけないしアークも大きくしなきゃいけないのに近く立てないじゃない、うん、立ったら全部がちっちゃくなるから、それだと飛距離も出ないから、やっぱこう遠目に立ってあげた方が結果としてはいいかな、感覚的にあるんだよ、遠くに立つとさ、うん、なんか疲れる、ああそれはあるかもしれない、なんかあの我慢したり踏ん張るからね、ああそうか、そうまず前傾を我慢するでしょ、うん、ずっとこうやって前にで母子球に乗るじゃない、そうするとふくらはぎ疲れるでしょ、そうで背中も背筋も疲れるじゃない、でそれで振らなきゃいけないから面倒くさいとこじゃないけど、うん、もう嫌だってなる、近い方が楽よね、楽これもう全然楽、こうやって遠いとやっぱあれかな、遠心力もかかるから、そう振られるしね、そうだよね、体がね、なんか持ってかれる感じするもん、そう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 、で振られないようにキープしなきゃいけないじゃない、うん、でそれも大変だから、そういうのもあるけど、だからちょっと球数制限したりとか、うん、ちょっと足りないなで終わりにする、うん、疲れる前に終えて、うん、あちょっと足りないと思ったら次の日にそれを爆発させるとか、うん、そういう手段を取ると継続するじゃない、うんうん、そういう気持ち大事よね、あそしたらなんか球数いっぱい打ってたら、うん、無意識的に近づいていっちゃってるかもしれないってこともあるわけだ、あるあるある、だからそう楽だから近づいちゃうというか、そう1日1ミリ近づいちゃう、1日1ミリ近づいたら1ミリって多分分かんないのよ、分かんない、そうだけど10日後には1センチじゃん、そうだ、ね、1センチはやばいから、うん、でそれがさ、ね、何日か続くとさ2センチとか3センチってあっという間なのよ、ボール1個変わっちゃう、したら当たらないから、だそれが自分でいや1日1ミリ近くしてるんだよって言うんだったら全然当たるんだけど、無意識に近くなってるから当たんないのよ、そうだ、それめちゃくちゃあるな、やろうとしてなってることは別にいいんだけど、大丈夫、うん、大丈夫、そうじゃないことがダメなんだよ、そうそれね結構難しいんだよね、うん、分からないからね、うん、だからアライメントスティック、うん、なんかで印とかつけて距離を、だからその日の調子によって全く同じ距離で構えても、うん、あれ今日遠く感じる近く感じるってあるんだ、あそうで大体同じちゃんとした距離保てても近く感じてる時って調子いいから、あそう遠く感じてる時って自信なかったりこうやってかかと重視になって調子悪い時が、あれ今日同じ距離なのに遠く感じるってなる、うん、そういう時どうすればいいの、そういう時はいや遠く感じてもその印のあったちゃんとした距離を保ててるんだったらそれで打たなきゃダメ、うん、で遠く感じる理由が必ずあるから、そうだよね、そう例えば母子球に乗れてない、背中が腫れてない、きっちり腕が伸びてないとかって遠く感じるから、できてないと、うん、だそういうことの一個ができてないだけでもそういう違和感につながるから、それも注意だよね、うん、あとは7番持ってるつもりが9番持ってたとかね、短いから遠くないか、それはないか、そうだね、そう、そういう姿勢でボールとの距離が違和感に感じる日がある、うん、だそれももちろんね注意が必要だから、きっちりいつもの格好ができているかと距離で立ててるかどうかっていうチェックが必要になる、うん、それもあれだね、前の動画につながるけど自分を知ってないと分かんないね、そう分かんない、チェックしようがないもんね、そうだね、うん、そうだから必ずそのいつもの練習場のマットからこれぐらい足を5センチぐらい内側とか、そういうなんか印があればいいんだけどね、分かりやすいんだけど、だそういうのがなかったらちょっとクラブなりアライメントスティックなんかにテープとかで印つけて、つま先の位置とか距離とかっていうのをやってあげると
その誤差が出づらいじゃない、うんうん、そういうのは面倒くさいけどやってあげた方がいい、うんうん、調子をキープしたい方はね、うんうんうん、めちゃくちゃ重要だから。あと調子悪くなってくるとこうなるみたいな、その人の癖が、あ、それも知ってた方がいい、あると、ね、僕はインパクトで沈みすぎると、沈みすぎてダフるから左にこうやってスウェーしたがる、あと上で待てなくなる、うん、そういうのは俺が多い。悪くなると出ちゃうわけでしょ、それが出ちゃう。だ、出始めたなと思ったら、もうヒップバックするから、こうやってわざとそれでちょうどよくなって、ちょうどよくなるのが続くとそれが調子よくなってくるじゃない、うん、したらそのヒップバックをやめたら本当にちょうどよくなるから、そう、だからそう、調整、常にグラグラしてるものを十字の中心にこうやってコントロールしてる感じ、そう絶対とどまってないから、そうなんだ、ね、そう、なんかこんなにバランスみたいな、ああそう、ずっとセンターにいさせる。でもそれ本当に自分のこと分かってないとできない、できない、できない。もう本当に試合出てた時なんかも、もうそれの1年間それだよね、ずっとなんだ、そう繰り返し、そう、あ、こういうミスが出始めた、あ、絶対自分のスイングがこうなってるっていう、で寝るし、うん、それが原因でね、うん、だから寝ないようにするし、うん、もうそれずっとやってる。ちなみに今全然関係ない質問だけど、いいよ。チャレンジで優勝した時やったら、あの時やっぱ調子良かったの、それともそういうのをバランス取りつつ、そんな絶好調でもなく、なんていうの、ある程度で優勝できるもんな、どうなのかな。批判覚悟で言いますけど、うん、絶好調だった。もう何やってもいいじゃんっていうぐらい調子良かった。あ、そうなんだ。特にアイアンね、もう本当にコントロールしてたって感じ、うん、初日5アンダーだったんだけど、10番スタートだったの、うん、10、11、12、13、14、15、16番までパー、うん、で17番イーグルなんだ。で、あれ、バーディーの前にイーグル来たと思って、最終ミドルなんだよ、18番、うん、前半の最後ね、うん、それがセカンド7番ヤンだったんだけど、168とかだったのよ、うん、確か、うん、それで7番でフルショットしたら、あ、俺多分今調子いいからちょっとでかいなと思ったの、うん、ピンが右手前だったんだけど、じゃあワンピン左からカットしたらいいやつって、うん、フェード右行けだけど、うん、そんなの見えてないから、うん、で7番ヤンでバチンって打ってこれぐらいについた、でバーディー取って3アンダーターン、うん、で後半2アンダーで5アンダーで終わったの、うん、もう そんな感じ。だからやりたいことができてた、うん、過去の話ね。そうそう、その時はドライバーから本当にパターまで思い通りのショットの方が8割ぐらいだった。あ、打ちたいよ言ってんだ。そう、本当そんな感じ。その最終日の1番からスタートした11番のバーディーなんかも、右奥のピンで右のバンカーの外からドローで行こうと思って、うん、もうフックよね、うん、でバチンって打って、うん、それも2メーターぐらいピタッてついたし、バンカーの枠外から回すっていうのがいい悪いは別として、そういうのが全然嫌じゃなかったのよ、その決まるから。そう、そんなにフックかけても止まるんだから。これでやってた。止まるんだ、乗せフックでやってた、うん、そう、止まるんだ、止まってた。それだからすごい、それは印象、それね、練習ラウンドの朝の練習場で、うん、あっって思ったの。何それ、ショット、あ、この感じってこれやってみようって言って、その前の週が石川遼チャレンジって言って、うん、栃木県のロイヤルメイドってとこでやったの、うん、で予選通ったビリの方だったの、うん、でもう悔しいっていうか、なんでだろうと思って、うん、で全然調子悪くないのになと思って、うん、で次の週、まあ、勝ったんだけど、うん、もう先週良くなかったし、まあ、ちょっとなんか感じ変えたいなと思って、うん、ショットの感じ今でも覚えてんだけど、うん、ショットの感じ変えようと思って、うん、その打ち方にしたの、うん、したらね、練習ラウンドの朝の練習で、何この感じって言って、うん、めちゃくちゃいいじゃんって言って、へー、そっからその練習ラウンドも、うん、試合も全部それでいったの、うんうん、いや、めちゃくちゃ良かった。アプローチはもうめちゃくちゃ良かったの。あ、そうなん、前の週もね。そう、でもショットがなんかちょっとあれで良くなくて、でちょっと変えようと思って打った感覚っていうのが、うん、そっから今日までずっとその感覚で打ってるもんね。あ、そうなんだ、うん、それはいいなと思って。そ
上げるところを変えたのよ、バックスイングを変えたの。ずっとじゃあ上げ方をずっと変え、そのまんまなんだ、うん、味を占めたというかそう、それでやってる。でもやっぱその時も、まあ、ボールとの距離なり、うん、ボールポジションなんかはやっぱ相当意識したし、うん、スイングテンポなんかもすごく意識はしたけど、それプラス上げ方をちょっと変えただけでクラブの入射がもう絶品になって、だからすげえあの時は良かったなって感じだね、うん、ちょっと話を戻して向こう質問があります。へへ、いい力みと悪い力みって言ったけど、あ、まあ、悪い力みは今話してくれたけど、いい力みってどんなの？いい力みっていうのは上げ始めからフィニッシュにかけてグーンってここが一番こうビターンって強い感じの力みっていうのがすごいいい力み。悪い力みっていうのはスイング中に強弱が出る。例えばバックスイングはそーっと上げなきゃいけないって言ってここでいきなり力むとかね、さ、急加速急減速っていうのが悪い力み。ふんわりアクセル、ふんわりブレーキはめちゃくちゃいいの。ただスイング中にそれがあんまり変わっちゃいけないんだよね、うん、始動からフィニッシュがあるじゃない、うん、ここがこうやってなってたり、うん、こうやってなってたりするのはめちゃくちゃいいの、うん、最初から力んでるとか、うん、そうだけど力んで緩んだりとか、うん、緩んで力んだりとかっていうのがダメ、良くないから、それはあんまりおすすめしないんだけど、うん、これはあんまり言っちゃいけないんだけど、その中でもこうやってタイミング合わせたらナイスショットは出ちゃうの。ああ、そうなの。そうだから、それよりも何よりもタイミングが上回っちゃうのよ、ナイスショットには。そうだから、ワンワンって今上で一回緩んだじゃない、うん、それでもタイミング合ってればナイスショットは絶対出んのよ。タイミングの方が大事なんだ。上、大事、上回る、絶対上回る。そう、どんなスイングしてても、そう、どんな力みで打っててもタイミングが合ってれば出ちゃう、ナイスショットは。あとは見た目を好むかどうかの問題になるけどね、その方が自分のスイングのね、そのこう、こういうやったりとか、やるとやっぱり見た目良くなくないんだ、うん、多分ワンピース、すんなりなシンプルなスイングにはもちろん見えないから。ただナイスショット優先するんだったら、うん、気にしないよっていう方だったら、うん、タイミングだけ意識してもらった方が、うん、よっぽどゴルフは優しくなる。ほんとね、どんなスイングしててもタイミングだから、インパクトのタイミング、ピト、ほんとにこれ、うん、そのタイミングが合ってれば、まあナイスショットは出ちゃうからね。上下動したって、スウェーしたって、体重移動したって、インパクトのところ、ボールのところにベタンってタイミングがパーンって合ってれば飛んじゃうから、うん、それが自分のタイミングに合ってるかどうかだけだから、合ってたらもうそれは飛距離は出るし、ナイスショットは絶対出る。この前 LINE でしてた話なんだけど、うん、変な話、インパクトゼロ全然意識してなくても、うん、タイミングさえ合っちゃえば、うん、戻ってきちゃうってこと。戻ってきちゃう、勝手に、そう、勝手にインパクトゼロになる、うん、だから意識してなくても、うん、知らなくても、うん、たまにいい球出るんだ。そう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 、だナイスショットが出ちゃうんだよね。ただナイスショットが出ちゃうってことはタイミングを意識してないってことなんだよね。あ、出ちゃう。そう、出ちゃう。出してんじゃなくて、ね、そう、やっと出たって言うんだったらいいけど、うん、あ、なんかナイスショット出たって言うんだったらタイミングテンポっていうのは意識多分してないんじゃないかなと思う。それのいい例がアメリカ大リーグとか海外のスポーツだよね。フォームが独特だし、同じようなスイングとかフォームっていないじゃない。だから自分のタイミングなんでね。タイミングだけあって。そう。それが要は自分のタイミングだから最大限の飛距離が出しやすい。作られたタイミングじゃないから。だからすごい個性だったり、言い方悪いと変則っていう方もいるけど、それは個性っていうかね、その方のスイングだから、タイミングの取りやすい動きをしてるだけだから。だから一応基本の動きとかオンプレーンとかいろいろあるじゃない、うん、あるけど理想だからね、うん、自分に勝てるものはないから、自分のタイミングのインパクトを迎えられるスイングをした方がやっぱ一番早いよね。まあ、それをちょっとボールの話からそこまで膨らんだけど、そういうことがすごく大切になってくる。今回はですね、の力みについて動画を撮っていきました。途中ですね、力みとは違ったというか、話はちょっとずれましたけども、関係性のすごくあるお話をさせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。
最後までご視聴ありがとうございました。